寝ます。寝て、あこさん、たすけさんいらっしゃい、一元ありがとう、ジジフゲさん、チキさん、のりとべさん、かもめさんいらっしゃい、ハリーさんいらっしゃい。もう時が来たか、友達になってくる。あ、そう、結構予想外。まあなんか新しいジョブがあるから、ちょっと物珍しくなってる感じですね。アキさん、アスさん、ヒムさんいらっしゃい。百式の体、あ、つけてない。あれ、なんかあったよね。うん、鼻かんだ。白い黒猫さん、15個目さん、おちゃらさんいらっしゃい。ローブだったよね、買ったっけ。顔持ってなかった。そうだ、ソファーが来たんだ。はあ、ついにバハさんか。リベンジですね。行きたいと思います。あと、そうね、うん、あとで野菜チャージしよう。まず浮遊大陸。どの辺やったかな。左か。24個目さんいらっしゃい。マットさんいらっしゃい。バハムートの巣で出会った彼の名前覚えてますか。デッシュですかね。ニャンポコさん、レオンさんいらっしゃい。天ぷらにマッチしてきた。ヒナも食べたいって。30個目さん、シフさん、ハーロックさんいらっしゃい。デニッシュです。ちょっと小麦粉っぽいね。浮遊大陸ディッシュです。あ、あったあったあった。あの、浮遊大陸を出た後の曲って本当にレアだったからさ。ほとんど聞けなかったね。デニスとか払える。アクツデアンスいらっしゃい。39個目さんいらっしゃい。メガフレア食らってきます。鉛筆のような人はデッシュです。キヨビーボーさんいらっしゃい。リベンジ、うん、そうね、サントラね。神々の怒り、気まぐれさんいらっしゃい。こういうのも全部飛ばしていこう、こんだけいるし。メガフリアに焼かれるべし。あ、強っ。この敵はクイングで一掃するのがセオリー。ソハオか。第一のドラム。みたいですね。経験値が多い。いらっしゃい。もう取ってきた。取ってきてない。あ、クイングは百式か。一掃できるかな。見てみよう。くしゃみって爽快にしないと耳がキーンってならない。あれそうあれ爽快なんだけどな。スッキリはするよ。あ、帰り道に取るのがいいかも。ほんとだ、強い。いいわ、取っていくわ。
全滅しそうだからいいのです、死なないから。戦う死ななきゃ安い死ななかった一匹。ゆくりゅうよくりゅうな。あ、フェニオは出してる。よかった、するはずがないか。あ、そうだ、忘れてた。死ななかったらって聞こえたチョコチョコ。邪魔になっちゃうね。こんぐらいにしようか。あー、ゆらちん死んでもうた。カエデさんいらっしゃい。早速フェニオがなくなってしまう。デレレレン、ハイポにしよう。倒れ方かわいい。40も近いですね、レベル。ゴーレムの杖。あ、死んだから焼肉になってるね。うん、ハイポね、たくさん買った。薬事になってるよ焼肉じゃないかな。好きだった。本当にね、そういう方が多い。ん？強い杖来た？ドロップした？あ、ゴーレムの杖のことかな。よし、3楽しんでる。うん、楽しいよ。ちょっとね、5が楽しみになった。まあまだクリアしてないんですけど、これのもうちょっとなんかまあ進んだ版らしいんで、5が転職系でユラがひいきされてる。 RPG は基本アイテム使わないで回復全部魔法任せなんだけど、いや結構ね、あの余裕です。一人白を入れておけば。ハイポもね、まあちょっと使うシーンはいっぱいあったけど全然だよ。え、5は泣けるの？あ、そうか、泣ける RPG か4が一番好き、いらっしゃい。5は解釈も最後まで普通に使えていい。レベルが上がった。お、みんな39だね。キヨさんいらっしゃい。ゴは面白い。あ、バーサーカーっていうのがあるんだ。へえ。FF もドラクエも3が一番好き。あ、なんかボインボイン。クエイク、セクシーだね。
朝原がダバーしそうなのは9 ダバーしちゃうの。あこつ、ロ、いらっしゃい。これまたいい肌の色で、あれって影かな、乳首かな、なんか点がある気がする。戦う八も忘れないでください。マカマカ3 出てる。バーサーカーはデスシックルが最強武器って感じる。一応リメイク版3でジョブは改善された。クリアしたら買ってみようかな、 DS の。なんかすごい遊びやすくなってるとは聞いた。あ、バグもう全部バグのせいにしたら許されるもんね。乳首が見えてるのはバグです。 FF さん最高。よし、じゃあリベしてきます。サハオが FF2 に続き誘惑されますわ。リベンジ。セーブね、できないの、自動なんだ。さあリバイア、ケアルが1本でいきます。ゲラッチ、開幕来たら怖いし。早っ。ゆらっち、ゆらっち、なんそのスピード上がってる。食らったらかけて。あ、カズさんいらっしゃい、こんばんは。もうちょっとで終わるらしいわ、寂しいな。早とちりすぎる、萌えかよ。ほら来た。あ、でもさっきよりあんま食らわなくない。次はもう一発目でいいよ。うん、あのするとしたら4だね。ただ次はね、可能性低いと思うわ。抽選会だしね。腰振りながら踊ってしまうくらい好き。あ、ぜひ裸で裸でお願いします。うん、そうそう、1からね順番にやってる。ドラクエもそうだね、1からずっと。ドラクエね、次5ですね。ドッシュさんいらっしゃい。見て、同士になったよ、ゆらっち。あ、さっきとダメージが全然違う。カタスト。だいぶ開きがありましたね。うん、上下する。猫アタックですよ。魔法回避率。効果がなかった。あー、間に合った。あ、キョンシンの同士ですか、すみません。こっちの同士が好きなんかと思った。カタストやめた方がいい、全然効かなかったね。斬鉄剣ってもしかしてデス系ですか。じゃあ効かないね。あ、なるほど、一発ダメージなんですね。ちょっと焼肉にハイポを重ねがけします。百式の方が強いか。じゃあ自分で回復させて。うん、一撃死だった。焼肉図工早いなあ。全体になりました。あ、やった、勝てた。小次郎さんいらっしゃい。
アタッカーあまりだったね。くる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 。バーゲッツ。あ、そんだけ何も言ってくんないんだ。おめでとう、ありがとう。パチパチありがとう。クロージャーさん、いらっしゃい。ついに集まってしまったか。あ、そっか、テレポで帰れないんだ、ここだと。なお、アイテム満載で外に出るとセーブができる。あ、ここに出るってこと？ちょっとさっきね、よくわからなかったんですよ、言われたんだけど。BGM が懐かしすぎる。いらっしゃい。ヒデさんいらっしゃい。何も言わなかったね。バハムルだって。もしここでテレポしたらさ、あ、夏目が来た。和光門、いらっしゃいもん。あ、セーブしてから帰ろう。そうですね。セーブしよう。あれ？バハムルさんいないよ。熟練度足らず。なんと。レベルが足りない。了解です。残念。いつか使えるようになるか。これは百式が、なったらもう使えてたかな。まだご飯あげてないから。っていうことだよね。一応ゼロになるのかな。百式は、現術師が、熟練度33だけれども、魔界原始に関しては1だから、関係ないかな。うん、それだけ強いの倒したんだ。あ、関係ないですか？じゃあ、単純にレベル39だから。うんうん。レベルらしいです。これってテレポってさ、入ってきた方向に出ちゃうかな。はぁ、歩いて帰ろう。うん、楽しみですね。シラです。うっとり。お、パイパイ星人来た。角が回っちょる。トンラン。バハムートはじらすタイプだから。はい、おやすみなさい。もう1時半ですね。Cさんいらっしゃい。案外ヒットポイント2000くらいしかないもんなのね。あ、バハ？バハの話？くるしてる。はい、頑張ります。ボインが4体。パーティーの話。あの湘北バスケ部はね、レベル56ぐらいなんだよ、データめっちゃやったんだね。サーラもこれくらいになった。うん、全然ですよ。クイーンいっぱいで喧嘩しないのかな。固
溜まってる。
Thank you.